お世話になるのは神奈川県厚木市にある北消防署睦合分署。今回は消防士さんたちが普段実際に行っている消防訓練にパン君を参加させてもらえるよう署長さんにお願いしています。そしてパン君は消防士さんに変身。なんか似合う。消防士さんの服も決まって仲間の隊員のもとへ急ぎます。まずは朝礼に参加。隊員たちの列に加わるパンク。すると入荷
ードにロープをかけ、低い姿勢のまま連れていきます。というわけでパン君が挑戦。助け出すのはジェームズ。隊員の人と同じように姿勢を低くして素早く移動しなければなりません。すると、ところが、あれ、ジェームズに乗っかって出てきちゃった。続いてパン君、地震を体験することに。パン君の前に現れたのは。これは起震車といって、地震の揺れを再現できる車。すでに準備完了。部屋にはジェームズもいます。まずは進路に。部屋がゆっくりと揺れ始めました。しかしパン君は実はチンパンジーは一日のうちの長い時間を不安定な木の上で生活しています。高い場所で木の実や果物を食べたりするので、この程度の揺れは気にならないのかもしれません。続いて震度3。気になり始めた様子。さらに震度5強。これは通常家の家具が倒れたりする揺れですが、そしてついに震度は最高の7。これは壁や窓ガラスが破損したり落下したりする大震災などの大地震と同じ規模の揺れ。とっても立っていることなどできません。でもパン君はしかしその時、そしてようやく地震が収まりました。パン君、訓練の感想は？